みんな座って話そうか。いや座ってるやん。なんだよこれ。もう何回も言ってるけど、今日じゃないの本番、明日。それなのに今日ゴートヒロもう熱くなっちゃってマジで可愛いんですけど。1年前ここで試合できていること全く想像もつかなかった。1年後ここで試合ができていること素直に本当に幸せに思う。1年前想像もつかないことを今日やってるんだったらもっと想像つかないことやらないと。何のために俺ここに来てんのか分かんないから。明日ゴートヒロ完膚なきまでに完膚まきって言っちゃった。完膚まきって誰。完膚なきまでに潰してあいつ俺に終わるとか新日本にあいつはいらないとか言うけど、じゃあやってみろよ。俺が明日お前を潰してお前のレスラーとして終わらせてやるよ。何の価値もない人間にしてやるよ。完膚まきまでに。完膚まきまでに潰すってこと。すべては明日あのリングの上で決着をつけるだけです。バックステージで何を言おうが、ツイッターで何をつぶやこうが、すべてはあのリングの中にある。明日はその答えを見せるだけです。以上です。気持ち新たにね、去年取りそびれたものがたくさんあるからそれを今年はかき集めていくから。以上。